ようこそ。今回も大手メディアの触れない悪をガツンと告発していきます。本日のお題はズバリ、はい、これ皆さんこの顔に見覚えありますよね。そう、先日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の某県、つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと、彼らです。こちらはかつて存在した巨大ヤクザ組織、道場会の会長堂島大吾。そしてこっちは同じ道場会で幹部だった真島五郎と冴島大我。いずれも伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営役員らはこんな場所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。あ、どうもこんにちは。早速ですが、投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで昨日ヒッチハイクの男を乗せつんたんやって、ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って降ろした後に後つけたんやって。そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東上会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃ、あいつらヤクザへの復帰とか東上会の復活とか喋ってての。ヤクザへの復帰、聞きましたか皆さん。つまり桐生一馬と元幹部らは東上会を復活させようとしてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるって、これって超ヤバくないですか。この動画はいつ上がったんだ。今朝早くに、すぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によると、ちいちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつくか。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大吾たちの手を借りるのは難しいだろう。あ、ちょっと待ってください。その動画まだ続きがあるんですよ。そこで気になることが告げられてて。いや、今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた清流会の海老名さんと沢城さん、覚えてますか。彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある清流会支部にお邪魔して生配信しますので、お見逃しなく。海老名と沢城が。それも今夜か。そんなに時間はないね。
生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよな。東京の清流会支部、元東条会本部か。行かねえ手はねえな。いくらでも戦えるわ。どちらまで行かれますか？それでは。誰もいねえな。野獣までごった返してるかと思ったのによ。まあ言うてヤクザだからね。画面越しならともかく事務所前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない？確かにな。その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ？部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした？は？うん？そうか。あ、わかった。服役中の清流会会長高部が何者かに刺された。何ですって？高部が？容体は？意識不明の重体だ。はあ、このタイミングは出来すぎだよね。ああ、エビナの仕業に違いない。これでいよいよ清流会は奴のやりたい放題だ。この配信で何かとんでもないことを言い出すつもりだぞ。放送が始まった。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。今日はなんと2回目の配信。しかもチャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。告知の通り、今日本有数の国道組織清流会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習何言い出すつもりだ？では準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。清流会の海老名と申します。同じく清流会の沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。東条会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜清流会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。清流会は彼ら東条会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか？いえ、違います。確かに現時点で清流会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？もう4年になりますが、
日本の二大極道組織である東条会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東条会幹部が組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。大解散を主導した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この三名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え、当時沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかもな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義は春日に負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年事前事業や環境問題に取り組んできたパレカナは核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の青龍会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは何よりも我々青龍会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。
本日ただいまをもって横浜青龍会は解散いたします。というお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織 NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン、何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。やっぱそうなるよな。よっしゃ、行こうぜ。復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。海老名と沢城に用がある。道を開けろ。未だに自分の置かれた状況が分かってないようだな。それともてめえの無様を世間にさらしてえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で啖呵だ。無様なのはお前の方だ。おい、やれ。楽しませてもらうよ。調子がいいぞ、私。超手数がいるな。やろうかよ。私も狙うか。ここは任せて。力の差を見せて。手加減はなしだ。かますぜ。やるのか。結構調子いいかも。私の番。俺の番か。
本気出せよ。出番が来たな。動けねえ。やるか。恥かいて。行くぜ。私の番。手伝うぞ。来い。合わせるぞ。しびれやろ。俺の番か。来い。叩き潰す。頑張りますか。恥かいて走らないよ。行くぞ。やるか。狙うか。かかってきなよ。体表。よいしょ。どうしよっかな。合わせるぞ。しびれる。気乗りし。ついてこれるか。私の番。体が重い。恥かいても知らないから。きついな。私の番。どうした？やるか。まだ強くなれる。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。見とれないでやね。またいい男になっちゃった。あかね。これ正面から入るのは無理そうだね。こっちだ。裏から回り込むぞ。こっから先は一本道だ。逃げ場もね。腹くくれよお前ら。上等。蹴散らしてやりましょう。悪くね。うめ。悪くね。こりゃうめ。うめ。悪くねえな。こりゃうめえ。なんだ。殺すぞ。すぐ倒れんじゃねえか。後悔するなよ。私の番。やったろうぜ。行くぜ。手数がいるな。どうか見てんの。来やがれ。
出番が来たな。サポートする。しびれる。やる。俺の番か。逃がしゃしねえぞ。相手にならねえな。格が上がったね。二度と笑えなくしてやるぜ。いつでも行けるよ。私の番狙うか。行くぜ。ついてこれるか。逃がしゃしねえぜ。これ成長いい感じ。何でもできそう。
開けてみるか。開いた。やるわね。おいしい。うん、いいんじゃない。おいしい。んざってね。邪魔だってね。その目つきが気に入らない。って消えがる。私の番。合わせるぞ。行くぜ。ついてこれるか。来ないよ。
一つなり強くなれそうだ。ほほう、うまいな。ほほう、いい感じ。何見てんだよ。何見てん、舐めてんと痛い目見る。後悔するなよ。やるか。やったろうぜ。手伝いな。うわ、行くぜ。手数がいるな。かかってきなよ。やるのかよ。結構調子いいかも。狙うか。すげえ。出番が来たな。合わせるぞ。終わりだ。どこ見てんの。来ないのか。ほら来い。私の方だ。やったろうぜ。来い。ほらかかってきなよ。手伝うぞ。そら俺の番か。ほらほら恥かい。頑張りますか。狙うか。ここは任せて。相手してやる。逃がしちゃう。やる。じゃあこんなもんだ。素直に喜んでおくか。見とれないでよね。すぐに楽にしてやる。覚悟してよね。私の番。やったろうぜ。手伝うぞ。行くぜ。ついてこれるか。どこ見てんの。おい、ほらほらほら、こっち見ろよ。ここは任せて。どうした。頑張りますか。大人の渋みが出てきたぜ。どこにでも行けそうだ。
開けてみるか。やったぜ。この辺りには敵の気配がないな。沢城、あったまってきたね。ウルスは堪能できましたかね、キリュウさん。奈良崎、じっくり目に焼き付けておいてくださいよ。これが見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味が分かんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほど、この首安くねえつもりだぜ。その減らず口、二度と叩けなくしてやるよ。おう、てめえら、堂島の竜の首取ってこいや。おう、やれ。私の番。サポートする。さっさとやれ。行くぜ。手数がいるな。やんのか。どこ見てんの。ほれほれ。やるか。恥かいて。本気出せよ。さて。出番が来たな。ビビってんの。どうか見てんの。相手してやる。どうした。終わりだ。うわ、遊んでる。やるか。やるかよ。俺の番か。恥かいても知らないこと。ここは任せて。さっさと。ぐるぐるしやがる。頑張りますか。合わせるぜ。行くぜ。うわっ！
何ちゅうもん持ち出してきやがんだあの野郎。好きそうしつけがなってねえみたい。結構調子いいかも。なんだよあのでっかい刀。あれをまともに受けるのはちょっと気が引けちゃうね。来い、うわ俺の番か。どこ見てんの。来い、やろうぜ。やるのかよ。ここは任せて。容赦しない。みんな頑張って。ほれほれ出番が来たな。来い。よっしゃ。へばってんじゃねえぞ。退治してやる。ほら、うん、逃げ。調子のいいんだ私。やっ、調子出てきたぞ。残念。やったろうぜ。どれどれ。頑張りますか。は、力の差を見せて。手伝うぞ。手加減はなしだ。どうした？ここは任せて。やったろうぜ。どうした？出番が来たな。調子がいいぞ私よ。どこ見てんの。肩をつけよう。おう、一発で決めるよ。当然だ。調子出てきたぞ。そんなもんか。
かってこいよ。よし、悪く思うな。バリアー、ほら、結構調子いいかも。さっさと来い。お願い、キリュウさん。やるか。声張っていくよ。いつでもいいぜ。みんな、ファイト。容赦しないぞ。一緒やりますか。おう、二人でやるよ。火力二倍だ。力の差を見せてよ。どうした、かかってきなよ。やるのかよ。脇が甘いな。手加減はなしだ。どこ見てんの。こいつは重いぞ。ここは任せて。うん、見せてあげる。小馬鹿と嘘って言うんだよ。え、見さらせ。調子のいいぞ、私は。さて、仕留める。まあこんなもんだ。まだ強くなれるとはな。またいい男になっちゃった。格が上がったね。沢城さんも花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。ついでに始末できればそれでよし。もし仕留め損ねても、ん、それはまあ外に出ればわかる。キリュウ、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああだね。さすがに死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野人間にマスコミもいるのか。片木が堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ、青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんだよ。おい、キリュウさん、ちょっと、ごめん、こっち向いてください。それでは、日本の核廃棄物を引き受ける決断をしたパレカナの教祖、ブライス・フェアチャイルド氏とは一体どのような人物なのでしょうか。もともとパレカナという教団はボランティア団体としての側面が強くてですね、
それがブライス氏が代表となってから慈善事業により一層力を入れています。ブライス氏は常々全てのよるべなき者によすがおうと訴えており、今回の決断も核廃棄物というよるべなきものを受け入れたという見方ができるのではないでしょうか。やれやれ、すっかり英雄扱いだな。ああ、何よりラニの命が危ねえ。一刻も早くネレ島に乗り込まねえと。だけど、どんなに探してもネレ島なんてないね。図書館も当たってみたけど、そこでもわからなかった。島の場所が分かったところで意味がないよ。教団の船か許可を得た船以外は沿岸に近づくことも許されないって話さ。あそこで何が起きようが世間には知られないんだよ。ネレ島が丸ごとブライスのブラックボックスってわけか。なんだよ、じゃあもう探しても無駄じゃねえか。またそういうこと言う。いや、トミーの言うことも一理ある。これ以上ネレ島を探しても拉致が開かねえかもな。一番まで、いや、探す先を変えてみるのはどうかと思ってよ。ネレ島じゃなくてネレ島に行く船を探す方が早いんじゃねえかな。船？廃棄物の埋蔵施設を建設するような島が自給自足で暮らしてるとは思えねえ。島じゃ手に入らないものはこっちのハワイ本島から調達してるはずだろ。その船に忍び込めばネレ島に行けるはずだ。物資の輸送船か。確かに離島には必要不可欠だな。そういえば昔そういう船が行き来してるって話はブライスから聞いたことがあるわ。だけどそれがどんな船でどこから出てるかまでは。そんなら目星はつくぜ。この辺りでそれなりのサイズの船を止められるのはハーバーストリート沿いのマリーナだけだ。よっしゃ、行ってみようぜ。だけどその船がパレカナの名前を表に出してるとは思えない。あんたたちじゃなくても興味本位のジャーナリストが忍び込みかねないからね。きっと他の船に偽装してるはずさ。任せとけって。ダチがマリーナで働いてんだ。古い仲だし、そいつに聞きゃ怪しい船がわかるはずだ。頼もしいじゃない。ヤマイ、あんたここでアカネさんをかくまっちゃくれねえか。ブライスはアカネさんのこともまだ狙ってるはずだ。お前一番、こいつのことそんな信用していいのかよ。こいつがアカネさんをパレカナに差し出すかもしれねえぞ。大丈夫だよトミー、そんなことにはならねえ。どうしてそう思う？富澤君の言うことはもっともだ。そのばあさんを差し出せばここら一帯の支配が約束されるからな。ねえ、でもあんたはそうしねえ。だってあんたブライスが嫌いだろ。あんたは嫌いな奴への嫌がらせに全力出すタイプだ。違うか？よくわかってらっしゃる。アカネさん、ちょっくら行ってきます。気をつけて。うっす。アカネさん、前よりなんか打ち解けた感じじゃねえか。そうか。親子っていうにはまだぎこちねえけどな。ま、時間はあるさ、気長にやりゃいいかもな。ありがとうよ。腰が張るぜ。
気分が乗ってきたぜ。